皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、このところのジメジメっとした天気からは解放されまして、非常にこうすがすがしい夏の天気が広がってるんですけれども、今日もですね、岩木市はモナイトセンターに向かっているところなんですけど、まあ、実はですね、このところ、毎週アムロセンター通ってたんですね。まあ、悪天候は承知の上で、できるだけ体験学習参加できればいいなと思って行ってたんですけれども、まあ、この2週間ほどはですね、やっぱり雨がちょっとこう降りやすい天気になってまして、2週間前は午後の部が、まあ、先週も午後の部と、まあ、言ってみれば午前中の体験発掘の途中で、まあ、雨で中止になっちゃったんですけれども、まあ、今日はですね、非常に晴れ間も見えてますし、予報を見てもですね、一日雨は降らないという予報になってますので、まあ、午前も体験発掘参加できるんじゃないかなと思ってます。ただ、まあ、いつ雨が降ってくるかちょっとわからないので、まあ、そこは気になりますけど、今日も体験発掘元気に参加していきたいと思います。入るように、もう気合い入れて入ってますので、よろしくお願いします。行きますよ。はい、いい化石を掘るぞ。おー、午前の部が終わったところですね。まあ、そんなに今日は暑くなんないかなと思ったんですけど、結構強い日差しが出てきて、まあ、気温は30度を超えてる感じですね。はい、で午前の部だったんですけど、まあ、成果的にはちょっとあまりいい目ぼしいものがなくて、まあ、唯一こちらですね、はい、これですね。まあ、これがまあ間違いなくポリプチコセラスじゃないかっていうことなんですね。まあ、これ破片ですけど、一応6が出てますので、まあ、6の特徴から言うと、これポリプチコセラスのまあ、かけらだろうということですね。はい。で、前からまあ出たやつでちょっと種類が分かんなかったやつなんですけど、これですね。はい。これをまた、まあ、常連さんに見てもらったら、まあ、ポリプチではないし、なんだろうかと思って見てもらったんですけど、これ、ヘビガイかもしんないってことですね、これね。はい。ろくが、まあ、ないし、このぐにゃって曲がってるのは、まあ、アンモナイトの特徴もちょっとよくわからないってことだったんで、まあ、ヘビガイかもしれないってことですね。はい。で、まあ、午前の部は、アンモナイトというか、まあ、かけらしか取れなかったんですけど、まあ、自分のすぐそばで取ってた、常連さんがですね、結構大きめな、アンモナイトを出してまして、
まあそっちを先に、まあ、こう決心がこうあったわけですけど、先週ちょっと割るのが中途半端になってた方からこう割って、いたわけですけど、そっちの方を掘り始まったんですけど、それとは別のところ、すぐそばの石で、アンモナイトが出ましたね。はい。まあ自分がもし掘ってたらそこから出てたのかなって思うと、ちょっとまあ残念な感じはしますけど、まあ午後は、その石をまあ大方粉々に砕いたんで、それをちょっとこうさらに細かく砕いて、なんか入ってないかどうか、まあちょっと見てみたいと思います。はい。はい、それではね、これより発掘に入ります、ちょっと暑いので暑さに負けないようにね、ちょっと気合を入れましょうか。それでは発掘頑張るぞ。おー、これどの袋の糸で抜かれ、はい、というわけで帰ってまいりました。本当に今日は暑かったですね。まだ梅雨は明けてないんですけど、まあ今日は梅雨明けしたみたいな暑さの夏の日っていう感じだったですね。はい。でまあ予報では30度にまでにはいかないはずだったんですけど、まあお昼の段階でまあ車の温度計でまあ30度になってたんで、まあ30度は超えてたのかなと思うんですけど、まあ本当に暑くて、まあ水をこうガブガブ飲んでたんですけれども、まあ今後やっぱりですね、夏になっていきますと熱中症とか非常に危険性があるので、まあ水分補給と、あとはまあ熱中症対策のグッズですね。まあ今日なんかはまあここにタオル巻いて、濡らしたタオルをこう首に巻いてたんですけども、まあそうやって、まあ体温の調節をね、まあ適切にできるような対策が今後必要になってきますね。はい。で、まあ今日はアンモナイトに関しては、まあほぼほぼ取れなかったんですけど、まあ、一応午前中にはこれですね、はい、これですね、ここにちっちゃいのがありますけど、一応これがポリプチコセラスのかけらかなと、この6の特徴から言ってもポリプチのかけらかなというところですね。はい。で、ここはまあ本当にちっちゃいかけらなんですけど、この真ん中に見えますかね。はい。ちょっと縫合線が見えてるんですけど、まあ、ほんの、まあ一本くらいしか見えてませんけど、一応縫合線が出てるんで、これまあアンモナイトのかけらかなと思いますね。はい。でもお昼の時にも話したんですけれども、まあちょっとね、自分の隣で、掘ってらした常連さんが、まあ、アンモナイトを出してたんですけれども、まあ今日はちょっとね、前の続きにちょっとこだわりすぎたせいであんまりいいものが出なかったなっていう感じはしたんですけれども、まあゴモノブでですね、サメの歯が、2つ連続で出たんですけど、ここにちょっと茶色いの見えるのは分かりますかね。ここにこうピカッピカッってのが見えるでしょうか。これですね、キラーンって光ってる、これ歯ですね。はい、はい、こちらがですね、クレトラブナというサメの歯なんですけれども、掘った時はこのほぼほぼ完全に隠れてたんですけど、このこっち側の端っこがちょっとだけ出てた状態だったんですけど、現地でまあ一応若干クリーニングしてみたらば、まあちょっとまあしゃあないって言えばしゃあないんでしょうけど、まあこれ多分地層に潜ってる間にこの歯がですね、多分潰されちゃって、これひび入ってんですよね。はい、歯にひびが入ってんですけど、もうちょっとね、クリーニングをして、歯の全体を出していきたいんですけど、これ根っこは多分ついてないかなっていう感じがしますね。
ただこれですね、まあちょっと茶色っぽくて、綺麗にこうキラーンと光ってる歯なんで、まあ慎重にクリーニングをしたいと思います。はい、それからこちらですね、ここにもサメの歯があるんですけれども、わかりますかね、ここで今ちょっとキラッて光ってるのが歯なんですよね。ここにあるんですけど、見えにくいかもなんですけどね、ちょっとわかりますかね。はい、こちらが多分クレトキシリナの歯だと思われるんですけど、ちょっとこれもね、ここに埋まっちゃってるので、やっとねまたこれクリーニングしたいと思うんですけど、まあ今日はですね、天気が良くて、まあ日差しもあったんで、この濃い歯がですね、こうちゃんと光ってキラって見えたんで、まあ見つけやすかったんですけど、まあ普通のこの曇り空とかだったらば多分これ気づかずにバーンとこう割っちゃってたかもしれないんですけど、今日はね天気が良かったんで見つけることができました。まあそれでですね、今日はアンモナイトはちょっとあまりいいのが取れなかったんですけど、ゴムノブでちょっと珍しいの出たんですけども、こちらなんですよね。ここになんかこうボコボコボコっていう感じが見えるかなと思うんですけど、こちらがですねリヌパルスというエビの化石のようなんですけど、これがまあそのエビのどこにあたるかっていうと、これがまあリヌパルスのまあ全体の形なんですけど、まあ、このリヌパルスっていうのはね、現代にも生きてるエビなんですけれど、このエビのまあこの お腹のあたりですよね、このなんていうか、ちょっと真ん中にこう線が入ってこう赤っぽく見えてるところの、多分この背のこのねボコボコっていうのがそれが出てるんだと思うんですけど、これがですね、これ実はここにこう石がこう被ってたんですけど、そっちを見るとはい、この辺になんかこう湾曲した棒みたいなのが見えると思うんですけど、これが多分そのエビの足だと思うんですよね。エビの足だと思うんですよね、はい、これがこうかぶってて、さっきの上の石がこうかぶってて、最初見た時はここにちょっとだけそのエビの殻が見えてたんですけど、その裏側のここをあのハンマーの後ろの細くなってるところでこうガッて叩いて割ったらば、まあこんな感じでエビの殻が出てきたわけですね。はい、この殻の中ボコボコが見えてますけど、でよく見ると本当にね、いわゆるエビの殻の凹凸が見えるんですよね。多分この辺だと思うんですけど、この辺にそのエビの殻の表面のこうブツブツっていう感じが出てるんですよね。はい、これもまあこっち側にもちょっとね、そのこの殻と同じような色の領域があるので、こっち側にも足が入ってたりするのかなと。いうとこですね。はい、だからこっち側にも足とか体の一部がこう埋まってる可能性がありますね。はい、でこれはちょっとかなりクリーニングは難易度が高いかなと思うんですけど、まあ極力見えるようにしてみたいと思います。はい、というわけで今回はですね、まあこれエビの化石というですね、ちょっと珍品が出てきまして、まあ、坊主にならなくてよかったなと思うんですけれど、で、まあ、今日で、大方この地面に落とされてた石の塊を、まあ、砕いてしまったんで、またその上にこう乗っかってる出っ張ってる石を、まあ、その都度落とすっていう話だったんで、
こっちの写真のですね、この上に出っ張ってる岩をまあ落とすっていうことなんで、今日出たまあその長年さんが出したあの大きなアンモナイトもまあこっちの方の石の塊から出てるんで、まあそっちの方をこう落とすとまたなんか面白いものが出てくるんじゃないかなっていう期待があるんで、また機会があったら行ってみたいと思います。でまあ来週からですね、夏休みなんかに入ってくる感じになるかと思いますけれども、まあこちらいわき市アンモナイトセンター、土日、まあ基本土日、午前と午後と体験発掘やってますので、まあ興味のある方はですね、ぜひ行ってみて、体験発掘に参加してみてください。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。